はい、録画が始まりました。ここの村は何ていう名前ですか？私運転してたからよく分かる。メイリー。旅の途中でね、寄った村なので名前が分かりません。位置があったので寄ってみようということなんですが、ここがメイリーと書いてあります。村役場ですね。村の名前はどこに書いてあるんだろう、わからん。ここに広場があります。この広場にマルシェ、位置が出てます。いっぱいお店が出て賑わってますね。来週ね、コンサートがあるんだけどどうって言われたからね。来週日本にいるのって言ったら、あら、ちょっと遠いわね。あそこがメイリーだ。うん。あそこ行って村の名前が分かるかと思ったけど、分からん。はい、これはワインですね。このようにポリタンで売っております。こちらのワイン1本3ユーロ60、約400円です。果物屋さん、フィーグ、あ、イチジク、フェッシュ、桃、ポム、アボカド、バジル、どこ？そこ。だ。バジルは。苗のまま。じゃがいも、ちっちゃいじゃがいもです、うん、これがポロネギか、うん、ポロネギ、こちらのネギ。このじゃがいもアティショ、アティショ、アティショ。これがほら、縮れてるキャベツね。縮れてるキャベツです。それからエクチャカ。ここにエシャロットがありましたよ。エシャロットさん、エシャロットですね。これが玉ねぎ。こいつは何だ？これね、カルドン、カルドン、オニオン、ね、これだ。カルドンじゃない？違う。ブレッド、茶、ブレッド、うん、あれみたいだけど、や、柔らかそうね、茎は。うん、トマトとこういう、うん、もうちょいグッとしてますね、うん、してからね、うん、はい、ここは蜂蜜屋さんです。うん、開けてシャンブルエタブルデザイン。ここは民宿もやってるのかな。シャンブルエタブルデザイン。ボンジュール。はい、ここは、あの、何だっけ、すごい響く口笛、あの人、ね、サングラス売ってるよ。本当だ、買いますか。トッポやつ。サングラスをなくしちゃったので、これトッポイサングラスを。これ結構トッポイかな。トッポすぎるんじゃない。あ、ほっぺたがくっついちゃうね、うん、これはおとなしいね。おとなしいね。
袋親父か。なんかね。時の方がいいかな。目を覆うような。目を覆うようなみたいな。これもほっぺた。あ、これ鼻につかない。引っかからない。滑っちゃう。これどうすか、これ。なんか。あの、おそもすくんの警官みたいな。目がつながって、これもね、うん、みんなほっぺたにくっついちゃう、うん、モンゴル人は頬骨が高いんですね。そうです。鼻が低くてうるせえ。特に湾曲してない方が、うん、濃いですね、うん、でもあれだよ、プロバンスには濃くて重たい。え、おっこちゃん、鼻から鼻からおっこちゃん、サイズが合わない。やっぱり町のオプティックに行って、はい、ここはシェーブル、シェーブル、羊のあ、ヤギか、ヤギの、本当だ、これは見たことない、見たことない、この辺の、11ユーロとか、ウィウィ、シェブ？の、バッシュ、牛、バッシュ、バッシュだって。バッシュって言うと？うん、牛。あ、そう。牛じゃない、目牛。おいしいおいしいが出ない。おいしいって。こちらではアマンドと。プルーン、プルーン、こんにちは、アマンド、アルデシュのアマンドだって。アルデシュっていうの、アルデシュって渓谷があるとこ、うん、あー、オブナ、オブナ、オブナ、près de près d'Ardèche。En bordure d'Ardèche, on est loin. Quoi, Plume, 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 plume. Plume, quoi, ça, là. Juste, cartez, prenez-moi. Ah, deux. Hmm, quoi, 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 アンキロだと粉でしょ、うん、あ、でも欲しいだけ言ったら、うん、このくらい、うん、キロ、うん、3g、うん、アンキロ、どちら、Comme ça, c'est bon. D'accord. C'est bon. J'ai perdu un kilo. Ah, c'est un kilo, n'est-ce pas ? Un kilo. Un kilo, vous voulez ? Ah, d'accord. Là, vous voulez plus grand, comme ça. Les plus gros, c'est ça ? D'accord. Un kilo, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci bien.あららお土産だね、うん、スーベニア